はい、ヤフー一部、どうもなぎです。さて、今日のお話はですね、まあ、男性の方々、男性の木村拓哉ファンの方々ですね。はい。一度は経験したことあるでしょう。真似をするっていうこと。これについてちょっとお話をしていこうと思うんですけど、まあこれね、女性の、まあ、女性でも、まあ、関係ないけども、木村拓哉ファンの方々、特に女性だと思うんですけども、街中で、なんか、真似てんのかなうん。みたいな人いません？たまに。ね、まあ、年齢化がされてきてもいるし、男性は、僕なんかもそうですけど、まあ、真似てきた。まあ、真似てきた、いろんなところ。もう、探して、買ったりとか、してきたことがあるんですよ。ファッションとかもね。そのお話をしていこうと思うんですけども、僕ね、3つあると思ってるんですよ。いっぱいあると思うんですけど、3つあって、髪型。ファッションね。で、あとは、行動的なもの。うん。っていうのも、僕の中で、ふとね、やることとか結構あるんですよ。まあ、これは、本当自己満の世界。自己満で遊んでるっていう世界だよ。その中でも、まあ、あるんですけど、それで、ね、いくつか、ちょっとね、今回お話ししようと思うんですけど、木村拓哉の髪型真似しようとしてる人いっぱいいるでしょ、この動画見てる男の人。いや、絶対いるはずなんだ。いないはずがないと思う。うん。で、僕一回ね、これって10カウントの時なんですけど、この時にこの髪型をしたわけじゃないんです、僕。うん。でも、これって、ちょっと前の木村拓哉っていうか、若い時の木村拓哉の髪型に似てるんですよ。要はその、ちょっとウルフ感もあって、このもみあげ部分動かして、襟足もあって、ちょっとふわふわレイヤーで動かしてる。これね、パーマがかかってなかったら結構昔っぽいんですよ。昔のキムタク。そう、ちょっとパーマかけてくしゃっと動かしてるから今っぽいような感じになってるんですよ、キムタクの。うん。この時期のね。うん。でもこの髪型で髪型、前髪を下ろすっていうのを、まあやったことあるでしょ。男の人。この襟足もみあげのこの動き、絶対あるはず。もうこれザ・キムタクっていう髪型なんですよ。でも僕も、美容学生とか若い頃はやってた。うん。僕ね、キムタクの髪型の真似するのってね、多分ね、21、2ぐらいまでやってました。要はそっからはもうこっち作る側になっていろいろと研究してるんで、またちょっと違う目線で見てるんですけど、この髪型真似ましたね。完全に真似た。うん。で、この時ね、この時も、これもちょっと似てる感じなんですよ。そう。パワーもそんな強くなくて。そう。でもね、この、もみあげのこの動かしと襟足と前髪がなくてこの上が軽い段のついた髪型、この髪型が、まあ、ザ・木村拓哉であり、まあ、僕ら世代とか、まあ、もちろん上の人とかもこうこれだよね、木村拓哉の髪型みたいな髪型で、これ真似した人正直に手を挙げて大丈夫です。絶対いるはず。これね、通るんですよ。男は好きな人は必ずこういう髪型。で、僕も作る側として、これじゃあどうやったら作ればいいかな、みたいなことを研究してて、まあ、そんなに難しくないんで作れるんですけど、その人によって、まあ、髪質も違えば、もちろんその幅だったりとか、癖だったりとか、いろいろ違うので、じゃあこの人はこうしようかな、こう見た方が、この、こう、ね、こう、斜めに込めた時のこの見え方がこうかな、みたいなことも、まあ、木村拓哉だけじゃなくてね、いろんな研究して、まあ、勉強してるんですけど、なんか切れば切るほどこう切るんだなっていう、そっちの楽しみも少し本業の方ではあります。はい。でも絶対に真似した。僕はこれで多分ね、21、2ぐらいまではね、多分2ぐらいかな、1回したんだよね。うん。そこぐらいまでで、まあ、真似るっていうことは僕はなくなったっていうよりかは違う目線で見始めてる。そう、プロとしてのあれで見始めましたけど。うん。あとこれね、これも一緒じゃん。もうみんな形一緒でしょ。ウルフ。そう。レイヤーで短くてウルフヘアっていう。そう。前髪作ってあってっていう。このね、前髪をね、こう作るのがポイントなんですよね。キムタク。うん。絶対この髪型とかもね、いると思うんだよね。明るくしてとか、段入れて襟足長め。襟足もみあげ長めっていうのがすごい特徴で。まあね、セットかパーマしないと、なかなかこのツンツン感とかで出ないんですよ。うん。なので、まあこの時代からもアイロンっていうか、うん、ちょっとこう、パーマ毛もしたりとかもしてた時期があります。うん。
まあね、本当に男ってそのまあ今って大人になってきたからさ、僕はやる側ですけど、結構短い髪型多いじゃないですか、キムタク。うん、なので今やってみたいって大人の人とかは結構僕のお客さんでも、まあ、短いのも多いし、まあ、昔から好きな人っていうのはやっぱり昔のこういう髪型したいっていう人も全然いるんで、まあ時代が変わっても好きなものはやっぱそうなんだなっていう気がします、うん、でも絶対に真似たことあるはず、絶対に。で街中でもいたはず、あなんかちょっと真似ようとしてんのかなみたいな。でもね、なんないんですよ、分かりきってんの。ごめんなさい、これね、女性の方もあのごめんなさい、分かりきってるんですこれ。あのね、できないのは分かりきってる、ならないんだよ。髪型はなるんだけど、ならない、分かりきってる、もうやっぱ違うわ、やめようって言うんだけども、やっぱ何度か挑戦してしまうんです。それが木村拓哉っていう存在なんですよ。はい、まあ、この時なんかね、このね時、プライドの時か、うん、この時なんかはこれ言ってたんだから、髪型真似しただな、多分、うん、メッシュも入れた気がする、これは。めちゃめちゃ、まあこういうのはさ、襟足短かったらまあ普通のショートヘアじゃん、だからメッシュ入れてっていうのもまあなんかバランスとかにもよるんだけども、こんなんも普通の髪型なんです、今こっちから見たら普通の髪型で、プロとして見たら普通の髪型だし難しくない。でもやっちゃうんだよね、キムタクがやってると。もうこの辺も絶対やったことあるはず、絶対みんなで。結構これって短いんですよ、すごい前髪が、おでこよりも短いじゃないですか、多分ね、結構ね半分ぐらい短いと思うんだよね、うん、それをちょっと下ろしたりとかしてたりとかして、まあ、伸びてきてるっていう状態だと思うんだけども、結構短いんで、このプライドとかこのグッドラックの時とかって前髪部分横は長いけどね、うん、で結構これも今でも全然お客様でもいるし、僕も真似した経験があります。これもね、男はやっちゃうんですよ、どうしても。やっぱキムタクってかっこいいよねって。違う、キムタクだからかっこいい、分かってるんです、ごめんなさい、分かってる、何度も言うけど分かってるけど、やってしまう、やりたくなっちゃう、それがファンなんですよ。そうで、次ファッションの方行くんですけど、ファッションね、ファッションもさ、まあ難しいじゃないですか。そのまあさっきと髪型の話と同じで、着るんだよ、着るんだけど、やっぱかっこよいと思う、その時は。木村拓哉になれたみたいな、これ木村拓哉じゃんみたいな。でもやっぱ数ヶ月経つと、やっぱ俺違うよなみたいな、あると思うんですよ。でこれとかなんかは、まあ、これもまあそんなに昔じゃないけども、こういうさチェックの柄のこういうのってさ、結構キムタクっぽい感じもしません？なんかジー、うん、パンとかもそうだけども、こういうの着てるのって、こうドラマとかでもこういうチェックのコートみたいなのが着てるから、買ったこと昔はあるんですよ、めちゃくちゃ昔だよ、それこそ高校生とか、うん、10代20代入ったぐらいかな。そうでもかっこいいんですよ、うん、緑っぽいのも買ったことあるし、かっこいいんですけど、なんかちょっと俺じゃねえよなみたいな。でそこですごい葛藤が生じるんですよね、10代の頃とか。かっこよくてこうなりたいんだけど、もうやっぱ自分に合うものってなんだろうって思っちゃう時もあれば、でもやっぱり木村拓哉ってかっこいいからこれになりたいっていう風な、やっぱ永遠とそこの狭間で生きてるんですよ。そうもう今だってはやっぱね、提案する方も僕もそうですし、あれだから、まあ、こうシンプルな感じになりましたけども、うん、でも買うんです、欲しくなる。でこの時ね、これはパタゴニアね、これはもう有名だけども、そう、まあ、これなんかは全然買えるじゃん、うん、でもすごいよね、パタゴニア着てるってすごいなと思って、ここ で、うん、でこの緑はなかなかなかったからね、あの当時確か、うん、俺高校生入ってくらいだけど、なかなかなかったんですよねこれ、うん、でもかっこよくて、これパタゴニアは2着ぐらい買った記憶があります僕、うん、これくらいだったらできるんだよ。でもやっぱ髪型と顔がやっぱ違うと全然違う。もうね、これはね、もうしょうがない、まあ木村拓哉だけじゃなくて、いろんな芸能人とか、まあ、女性も男性もあると思うけども、なりたいって言っても、まあ木村拓哉になれない、なれない。髪型も真似して、服ともして、おっしゃ、これ来たと思ってても、やっぱり、ふと、街中とかね、ガラスとかあるじゃないですか。あとこうやって、パーって見て、かっこいいよね、とかって見てても、ふとした時に、やっぱ俺だよね、みたいな。やっぱちょっとこう、なんか、
違くないって、やっぱりあの同じジーパンというか、そのやっぱジーパンとか、まあ、女性ものズボンとかパンツとかスカートとかいろいろあるじゃないですか。でやっぱりジーパンってそれなりに形もやっぱ違えばあれなので、やっぱりこう全部合わせないと難しいっていうところがあるんですよね。で僕ね、これ一つこれ維持するときに思ったのが、ファッションってやっぱりこう体型だと思ってて、体型が一番大事だと僕は思ってるんですよ。で、木村拓哉ってベスト体重63って言ってんだよね、確か。うん、確かそんな気がした。昔はもっと、いやでも、大体60そうだと思うんだよ、2、3とかだと思うんだけども、昔からそのズボンね、前も話したけども、同じように履けるようにって言って。で、僕、木村拓哉と多分身長ね、そんな変わんないんですよ、僕。うん、ほぼ一緒だと思う。ほぼ一緒ぐらいだと思うんですよ。うん。で、僕のベスト体重が、64とかなんですよ。僕は。そう、63キロ台入ってくると、結構、あのね、もうね、気持ち悪くなる。うん、ちょっと、やっぱり僕の体質には合わない。うん。いくら、決めたけど63とはいえ、僕の多分一番状態がいいのって64なんですよ。そうだから、まあそんなに変わんないと思う、身長もあれも。だからもうここ変えれば多分まだ鍛えるとかあるけど、ね、ここやっぱここの印象ってやっぱすげえなっていうのがめちゃくちゃ僕の中ではあります。うん、だからそれを維持するようにしてるんですよ。やっぱそのサイズ感とかもなるべく合うような感じ、もちろん着てるものは全然違いますよ、着てるものは全然違うけども、サイズ感的なものは近いようにしていたいなっていうのは僕の思いであるんです。うん、まあ人それぞれですけどね。うん、でね、これヒーローの時のこれがもうとんでもなくかっこいいわけですよ。これ俺ね、これめっちゃ探したっていうか、なんかこの時いくつだったか忘れたけど、あって似たようなの買ったんですよ。そうでもね、やっぱ違うんだよね。そう、木村拓哉、そうダナーとか入った時もダナーのいいやつとかやっぱかっこいいし、今履いててもやっぱかっこいい。若い頃からダナー、キムタク履いてた時に、うん、あれだけど、ティンバランドの茶色い靴とかさ、ジーパンもこのほつれ具合、どこのみたいな。まだそんなにインターネットがさ、そこまでじゃない時、今ほどじゃないっていうか、うん、めっちゃ探したもんね。で、なんとなくジーパンってあるじゃないですか。で、なんとなくグレーのパーカーみたいなのもあるんです。なんとなく。じゃあこれでいいじゃんって言った時に、なんか違うなと思ったら、やっぱこっからチラッと出てる黄色いシャツ、ロンティーみたいな、そう、この色どこだみたいな、ないんですよ、なかったんですよ、その当時確か。あんまなんか、なんか発色のいい蛍光黄色みたいなのあったけども、なんかね、こういい感じのがなくて、めっちゃ探した記憶がある。でも真似したことあるでしょ、みんな。真似したこと絶対あるはずなんだよね。そう、でもこの体型を維持してないと、やっぱこれって似合わない、バランス的に。めちゃくちゃ俗が難しくて葛藤があって、あるんですよ、男って。そう、女性からしたらみたいな感じになるんです。なるの分かる、分かる、いいの。あのね、別に俺は何言われようが何と思われようが、別にまあ男みんなそうだと思うんだけども、ファッション好きな人はね、まあ自由だからいいんですけど、もう何言われようがもうどうみたいな感じで街中歩くんです、その時。そうだから見てても、たまに僕も見てても、街中で、あの人多分好きなんだろうなみたいな人が多分いるんですよ。うん、でもあのちょっとね、まあ、それこそ体が大きかったりとか、ちょっと違うなっていう人はいるんですよ。身長とかもバランスはね、難しいから。あれだけども、あ、ファンなんだろうなっていう、あったかい目で見たりしてます。僕は。チラッと見てると。うん。特にまあ、やっぱり僕世代とか上の人とか、近い人とかがやっぱりなってるけどね。うん。そう。あとこういうさ、さっき一番最初の人だけど、チェックのこういう緑とかさ、ブルーとか、こういうちょっとチェック柄。こういうのも、もう本当変な話、ファストファッションでもあるんですよ。ね、あるじゃん、見たことあるじゃん。でも、この幅とこのボタンの感じと、なんか、うん。なんかやっぱ違うんだよなって。多分でも、そのファストファッションを木村拓哉が着てもいいんですよ。かっこいいんですよ。でもやっぱり、違う。申し訳ない。これは本当申し訳ないけども、その生地うんぬんもあるんだけども、もともとが木村拓哉だから、あの何オーラがある人物に、別にオーラがない服着させたとしても
オーラが勝っちゃうんですよ。だからなんかね、オーラが出ちゃってるんですよね、なんかもうここ全体から。だから服も輝いて見える、何でも、あのファストファッションなのか何だろうが、あのよく見える。だってこれに、だってゴローズとかつけてるんですよ。まあまあゴローズなんて、まあ無理じゃん普通に考えて、一般人はね、一般人は無理だから、なんか似たようなの買ってつけようとしてるんですけど、やっぱ違う、そこは違うっていうのがやっぱよくある、うん、それを本当に葛藤した。この髪型の時とかもそうあったんですよ。そうで、こういう革ジャンとか着てさ、ジーパン、革ジャン、ダナーの靴みたいな、こうシンプルな時、そうめっちゃシンプルじゃないですか、これも。タンクトップとか白シャツ着てめっちゃシンプルなんだけども、まあならないよね。けどならなくても着てどうみたいな、もうそれだけで一日気分が上がるっていう時やっぱあったんです。まあやっぱ気分いいじゃん。うん、こうジーンズもさ、ちょっと薄れた感じのなんか選んで着てさ、でジージャンもなんか似たようなの着て、タンクトップとか白シャツとか着て、ちょっと髪なびかせてみたいな。そうでもやっぱそこにプラス決めなくて、指輪とかさ細かいことをしたりするじゃない。そこまで気使って、やっぱ全身が木村拓哉だから、やっぱそこまで行くのに一般人はやっぱなかなか難しいっていうのがありますよね。やっぱりそれだけのものを身につけてってなると、経済的にもそうだし、特に10代20代の時のっていうのはやっぱりもう、いや無理無理無理みたいな、うん、だからもう似たようなので来て頑張ってこう腕したりとかって。僕はあんまね、もう今は、うん、なんか時計してるぐらいであんまりこう、うん、まあなんかちょっとバングルみたいなのあったりもするんですけどね、あんまりけど、うん、しないかな僕はもう今は、うん、まあ、仕事上邪魔だしっていうのもあるし、うん、やっぱりこう嫌じゃないですか、ガチャ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 なってると邪魔なんで、うん、その辺はねあんまりしないんですけど、そうだからこういうね、アメカジのさ、こう短パンのこの長さに靴下履いてロンティ普通に着てみたいな、別に普通じゃない、わかります、普通なんですよ。別になんかね、コーディロイのこういうパンツにロンティ着て、うん、靴なんだこの靴の靴なんだろうね、うん、スリッポンみたいな靴で靴下履いてるでしょ、普通なんだよ、普通なんだけども、何十回でもやっぱりこうやって、うん、でもやりたい違う、でもやりたい違うを繰り返してるんです。だからちょっとね、女性の方とかも、そういうファッションを見てもあったかくファンなんだね、頑張ってっていう風な気持ちで見てもらうとちょっとありがたいかなとは思います、個人的に、うん、だそういうのがあったっていうことなんですよ、うん、今までずっとそういうのをやり続けてるんです。男っていうのはバカだから、そう似合わないって言ってもやってしまう、それがファンなんです、はい、もちろんそれを似合わせる髪型を作るのは僕ですけどね、うん、そうで、あとは行動ね、行動、さ、要はさ、ドラマをイメージしてるんですよ僕とかって。なんかさ、例えば木村拓哉のなんとなくね、こうドラマとかであったりとか、なんかあってもこうなんか話しかけられて、こうさ、なんか木村拓哉の絵になった時にこうプッみたいな、みたいな、なんか笑う時あるじゃないですか、うん、みたいな、わかる、なんかさ、こう口角クッて上げてみたいな笑う時あるじゃないですか。これわかるでしょ、わかるよね、多分わかってくれるよね、これわかってくれると思うんですけど、この時をなんかね、真似るじゃないけど、自分がなんかその全く同じ場所じゃなくても、なんかの時にこうなんかみたいな、なんかね、これなんて言ったらいいんだろう、なんかね、そういう勝手に意識するんですよ、そういうの。なんかそう、別に周りは何とも思ってないんだよ、何にも分かってないんだよ、真似してるだなんて全く思ってないし、別に思わなくていいんだけども、ふとそういう時に勝手に頭の中に、あ、ここ木村拓哉だったらこういう風なあったなみたいなとかを、まあ、ついつい真似てしまう症状が出てしまう。これってね、多分ファンならではだと思うんですよ、男の特に。
なんかの時にこう振り向く、なんだろうな、なんか振り向く形でもなんかっていう笑顔とか、なんかね、真似しちゃうんですよ。真似するというか意識する、勝手に。そういいんです、自分の中で木村拓哉でこういう時だったらこうするよねって思ってるだけなんですよ。そう、あの周りがそれに木村拓哉っぽくないみたいな言わなくていいんです。何にもあの知らなくて何にもいいんです。いいです。ただ自分がなんか満足してる、もうそれだけで十分なんです。それが楽しい。そう、もうそういうもんなんです、ファンって。うん、あ、なんかそのなんか物事をなんか話す時に、うーん、でも、まあ、こういうまあことだよねとか、まあ僕、俺ならこういうところがいいんじゃないみたいなとか、なんかちょっと変化球みたいなところの目線から話すじゃないですか、キムタクって。だからそのなんでキムタクの目線で話すじゃないですか。そうだから何かあったとしても、なんかふっとした時に、うーん、なんかもっと綺麗にスピーディーになんかいい言い方ないかなって、めちゃくちゃ頭の中振り返ってさせて考えよう、言おうとしてるところが、まあそれもなんか木村拓哉を意識してるっていうか、なんかよく見せようみたいな感じにして、まあ自爆することとかちょこちょこあるんですけど、でもなんか何言ってんのみたいな時もあるんですけど、でもちょっとね、真似たくなる時もある。もうこれね、男だったらあると思う。男だったら絶対あるでしょ。ちょっと真似ようとか、ちょっと意識してこう服着ようとかさ、気の利き方とかさ、立ち方とかさ、なんかなんだろう、なんかふとした瞬間のとか、俺はとかよく使う。マジでマジでよく使うんですよ。なんかこれ、うん、使うね、しちゃうんですけど、まあそのお店で使うって言ったら使わないですけど、なんか普段の生活でなんかやったりとか、たまにしちゃうんだよね。そうだからこういう、まあ、髪型にしろ、ファッションにしろ、まあ、そういう行動にしろ、何かどこかで木村拓哉をなんか勝手に意識して、勝手に自分の自己満足で、うん、今日も楽しかったみたいな感じにするのが、まあ、ファンなんです。しかもバカな男なんです。これね、女性の方ね、本当バカなんです。男ってバカなんですよ。バカなんですけど、そういうところが男を楽しくてやってるっていうところを少し理解してもらえると、ちょっとあったかく、今後もできるかなっていうふうに思うので、あのね、本当に男、これ見てる男性、まあ街中で見てるとたまにいると思いますけども、ちょっとあったかい目で見てもらえたらありがたいと思うので、ぜひよろしくお願いします。バイバイ。